バリッとカリッとサクサク。こんばんは。最近すごいこんばんはが多いですね。こう一人の時間が夜だからっていうのもあるんですけど、そうですね、今本並さん帰ってきてお風呂に入っていって、その時間を利用して YouTube を撮りたいと思います。で、最近ちょっと紹介、いろんな、ね、お菓子紹介したりとか、紹介のものが多いと思うんですけど、やっぱ私も自分が好きだなって思うのだったりとか、あ、これいいなと思うのはたくさんみんなに紹介したいと思うので、聞いてください。そしてですね、最近の私の一押し、じゃん、これマックスバリューで売ってます。ライチです。めちゃくちゃ美味しいね。これ生のライチなんだけど、これベトナム産のライチで、そうですね、これは本当に美味しいので、今日は紹介というか、この美味しいライチを私が食べたいと、食べるだけって言ったのがおかしいんですけど、食べてもいいんですか食べたいなと思ってます。はい、まるっとカリッと。ライチは昔からうち我が家はね、結構食べる家庭で、家族で、ね、すっごい、あれがすごい、なんか家族で、そうですね、なんか海外の旅行行ったりとか、グアム行ったりとか、サイパン行ったりとかした時とかにも結構ライチをたくさん食べる機会があって、それからずっと小さい時から結構果物で何が好きって言ったら、一番ライチが好きかもっていうのを答えてたかもしれないですね。で、最近やっぱライチ味のジュースだったりとか出てきてるので、すごいこれは嬉しいなと思ってます。食べます。まなんか冷凍で売ってるのはあるけど、結構この生のライチってめっちゃ珍しくないですか。じゃーん、肉厚。うまっ。で、ライチって1日5個から10個ぐらい食べた方がいいんだって。で、まあ食べた方がいいとか、食べ過ぎはダメなんだろうけど、これ4個食べてでも1個分のビタミンあるんですって。ジューシー、うまっ。マックスバリュー家の近くに欲しい。で、ライチって2個に1個ではないな、3個に1個ぐらいなんか苦いのがあったりとかするの。よく食べ放題とか昔行ってた時とかに、めっちゃ苦いのがあったりとかして、なんかこう感覚的には苦いのかなとか思いながら食べてるんだけど、マックスバリューのライチ全部甘いんですよ。うまっ。うん、今日5個食べよう。9個入ってるんで、こうした。みんなどうなんだろう、みんなライチ好きなのかな、どうなんですかね。うますぎる。あと、よく遠征行ってた時とかでも食べてましたね。本当はダメだけど食べてた、昔よく。本当やっぱ現地のものってダメじゃないですか。なんかこう現地の人じゃないとお腹にさ、なんか食べ慣れてないものってすごいお腹に当たっちゃったりとかするから、氷とかもそうだけどダメって言われてた。だけどやっちゃってたよね、今考えたら。うまっ。うん、めっちゃおすすめです、マックスバリュー。うん、手拭きたいけどティッシュない。
ちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。あと4つ残ってます。これはまた明日食べたいと思います。なんか基本的にフルーツあんまり食べないんだけど、なんか好きなものやっぱずっと食べる癖があるかもしれないですよ。ライチだったらライチとか、なんか飲みヨーグルトにめっちゃハマったりとか、あとまああんかけ焼きそばもそうですけど、最近冷やし中華にめっちゃハマってて、ラビットの時にはるちゃんが紹介した冷凍の日霊さんが出してる冷やし中華めっちゃハマってます。それから結構日霊さんの冷凍食品ハンバーグだったりとか、そういうのも結構買って、あと作り置きしなきゃいけないので、私がいない時にお父さんと本並さんの分のご飯両方作っとかないといけないので、そういうのもそうですね、いろいろ工夫してます。今そしてお父さんがなんかうちの自宅にいる日と実家にいる日っていうのがあって、自宅に来たり実家に私たちが行ったりとか、なんかそういうのがあるので、まあでもこう行ったり来たりっていうのが一番いいのかもしれないですね。なんかあった時に、ね、どっちかの家に住めた方がいいかなっていうのがあるので、なんかそんな感じです。スムちゃんも寝てたんだけど、まあいっか、よし。スムちゃんもさ、スモモちゃんです。スモモちゃんちょっと痩せたね、ちょっと痩せた、お腹痩せましたね。そんな感じで、やっぱこの子すごい、やっぱずっと昔から飼ってるので、飼ってるというか昔から一緒にいるのでとても懐いています。アンズちゃんは今はお父さんの部屋に行って一緒に寝てます。よし、じゃあ一緒にやろう。はい、この動画を見てやっぱりスモモちゃんってクマなんじゃないかって思う方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そう、以前もね、クマなんじゃないかっていう風に言ってたんだけど、犬だよっていう風に言われて、でも本当にクマみたいなんですよ。黒のクマちゃんみたいでしょ。月のワグマみたいじゃないですか、この子は。かわいい。じゃあね、バイバイ。ミミバイバイ。バイバイ。